さあ、それではスタッフの方からですね、合図が出ましたので行きましょう。第9回メンズカップファイナルチャンピオンシップオープンクラス、選手紹介していきましょう。ポールポジションですが、カーゼッケン1番乾康彦選手、どうぞお越しください。あ、ジェイテクラの選手、あやちゃんとして見事の緊急獲得。そして予選セカンドフリットをつけました、カーゼッケン2番本田正明選手、どうぞお越しください。そして予選サードフリットです、カーゼッケン3番中田幸雄選手、どうぞお越しください。そしてカーゼッケン4番です、4番フリット、カーゼッケン4番越尾慎也選手、どうぞ。そして5番フリットにつけました、カーゼッケン5番稲村恭介選手、どうぞお越しください。そして B メインから圧倒的なスピードが上がってきましたね、カーゼッケン6番木戸口剛選手、どうぞお越しください。全選手で出揃いましたのでコースオープンです。ハンドチェック OK です。はい、スタート回しの方ありがとうございます。さあ、それでは行きましょう。オープンクラス決勝 A メインスタートいたします。さあ、非常にハイスピード最速のオープンクラス決勝 A メインスタートを切ってきました。まずは川崎健一はポールスタートを乾選手をヒットに、2番手本田選手がその仕掛ける展開、ブルーのマシンとホワイトのマシンが現在ケースフライからバックサイド、10秒台が出てきました。川崎一番、乾選手は10秒800、2番手川崎一番本田選手は10秒750、3番手中津選手は10秒990、この3台が10秒台。さあ、ちょっとこれクラッシュがあった模様、本田選手が前に出ました。2番手に乾選手、3番手中津選手、走行時間は残り3分50秒。走行時間は残り8分20秒です。さあ、走行時間残り8分です。さあ、
川関には本田選手を人に 0.8 の差、2番手に川関にも越塩選手が上がってきた。さあまだレース序盤戦ですので、ね、分かんないですけども、現在本田選手が逃げる展開、そして越塩選手、越塩選手はですね、全日本チャンピオン経験者、ツーリングクラスのですね、全日本チャンピオン経験者です。そして3番手を走行中、ポールスタートの井上選手、4番手中田選手、5番手木戸選手、6番手稲村選手というオーダー。さあ各選手のですね、紹介していきましょう。まずはトップを走っています川崎家2番の本田選手ですね。本田選手は今年度神戸ハーバーラン大会オープンクラス第3位、京都府出身の選手。そして2番手走行中の川崎家2番の越塩選手は今年度は北京オリンピックから、代表権を獲得、愛知県出身の選手です。そして川崎家1番 3番手走行中の乾選手、乾選手は日産ギャラリー大会スーパー GT クラス第1位、滋賀県出身の選手。そして4番手走行中川崎家の3番中田選手、中田選手は本年度日産ギャラリー大会オートクラス第1位で見事代表権獲得しました兵庫県出身の選手です。そして5番手走行中川崎家5番稲村恭介選手、神戸ハーバーラン大会オートクラス第2位、群馬県出身の選手です。そして現在6番手走行中川崎家6番木戸口選手は次メッセオートクラス第2位、愛知県出身の選手。さあ順位変わった、川崎家は越塩選手が参った。さあ早くもバックマーカーをパスしてくる越塩選手、2番手に川崎1番乾選手、上3番手に本田選手という展開。走行時間残り5分45秒です。さあトップは川崎には越塩選手、そして3番手争いが面白いですね。3番手が川崎家3番中田選手、そして 0.2 秒差、4番手川崎2番本田選手という展開。5番手に稲村選手、6番手に木戸選手、走行時間残り5分です。折り返し点をクリアしました。レース上位陣4名は失礼しました、上位2名は28周クリアして29周目。さあ東証株式会社が発売をしております手のひらサイズのラジコンカーミニッツ、ただいまですね最速クラスの オープンクラスですね、決勝レースの方を行っておりますけども、非常に M さんね、初めて見た方は、小さいながらもその速さにびっくりされる方は多分たくさんいらっしゃると思いますけども、実際ですね最初にご購入される状態ですね、こんなに早くはございません。だからですね、初めてのラジコンご購入された方も安心して走行できるようですね、トレーニングモード、速度を抑えたモードがですね付属されておりますので、設定すればですね非常にゆっくりしたスピードでご自宅で、楽しむことが可能となっております。こちらのミニッツレーサーね、もしご興味ある方いらっしゃいましたらですね、販売コーナーの方にスタッフがいますので、ぜひお気軽にお声掛けください。また大変おもてなしい価格で、販売コーナーの方にも、陳列しておりますので、ね、ぜひお買いの際はですね販売コーナー、支配店コーナー、展示コーナーの方にもお立ち寄りになってですね、よろしくお願いいたします。走行時間残り3分30秒です。残り時間まもなく3分15秒、川崎家4番越塩選手36周クリア、そして 0.5 秒差詰まってきた乾選手が再びをチャージ。さあ面白くなってきたぞ、トップ争い越塩選手乾選手、越塩選手はちなみに全日本チャンピオン経験者。さあ乾選手
水車が仕掛けるトップラスでコース左セクションバックストレートを行く小島選手、そして2番手上井選手、3番手には中田選手、4番手本田選手、5番手稲村選手、6番手木戸口選手、走行時間は残り2分30秒に。上位第40周の水入、さあ小島選手41周の水入、2番手は2秒遅れて川崎1番乾選手、さあ3番手と4番手の差も2秒差、中田選手と本田選手その差2秒、残り時間まもなく2分です。さあレースも、おっと乾選手これ転倒、さあレースいよいよ終盤戦に入った、さあ後半に来てかなり安定感を取り戻しました小塩選手、最新ラップ見ていきましょう。小塩選手は11秒5、乾選手は11秒2、本田選手11秒5、各選手11秒での前半から後半といったところでですね、周回の方を進めております。再び乾選手がその差を連戦詰めるべくラップを上げてきました。走行時間残り1分10秒、残り時間1分です、残り時間1分、さあその差1秒3です、トップに回って、おっと選手も残りミス、走行時間残り45秒、残り40秒です。上位2台は50周目を走行中、走行時間残り20秒、残り時間まもなく10秒です。さあ自身2度目のチャンピオンに向けてこれがファイナルラップになるか、時間は10分経過、1コースゴール、3コースゴール、6コースゴール、2コースゴール、5コースゴール、さあこれで小島選手もゴール、全者ゴール、お送りします藤本選手も、名付けは小島慎也選手、おめでとうございます。そして準優勝川崎一番乾選手、おめでとうございます。そして見事第3位中田幸男選手、おめでとうございます。さあ全者後車券がありますので送信機と回して